イドリスデビは、チャドの政治家、同国の大統領、愛国救済運動党首を務めた。1952年、不釈石赤道アフリカのファダに生まれる。スーダン亡命中にリビアなどから支援を受け、反政府勢力、愛国救済運動を結成。1990年9月2日、首都のンジャメナを制圧して、暫定大統領に就任した。1996年、 2001年の大統領選で再選し、本来であれば、デビの任期はこの時点で、当時の憲法で禁止されている3期目に相当するはずだったが、1996年3月31日に憲法が成立しているため、1990年の当選は1期目とカウントされないとの見解を採用。2004年5月には、憲法改正により、 大統領の再選規定を撤廃し、2006年、2011年、そして2016年と当選を重ね、2018年4月には、再び憲法を改正し任期を6年としたほか、参戦禁止を再導入した。一連の再選制限をめぐる動きは事実上、現職大統領の任期を継続させるためのものと、みなされている。デビの政治手法は、圧政国家とされる。 ベラルーシのルカシェンコ大統領や、ベネズエラのチャベス元大統領と同種であり、それゆえに欧米を筆頭に、各国は彼を独裁者とみなしている。また、同国では、反政府勢力との内戦が続いており、2008年2月2日には、反政府勢力が、シュトン・ジャメナを一時制圧するなどした。2020年、死刑を廃止した。 2021年4月11日の大統領選挙は野党がボイコットする中で行われ、6戦が確実視されていた。19日に大方の予想通り当選が発表されたが、翌日の4月20日、茶道北部における反政府勢力との戦闘に携わる国軍部隊を前線で視察中に負傷し、死亡した。68歳没。デビンに代わり、 彼の息子であるマハマトが率いる暫定軍事評議会が18ヶ月間政権を担うこととなった。ありがとうございます。